今日は176ページについてお話します。ここには自分が三輪車でどうして三輪車になってしまったのかということが書かれていますね。今まで人生は自分で運転するものだということをずっとお話ししてきました。でもよく考えると運転も何も車ですらないということがあります。実際に全ての問題が片付いて親のせいでもなく全部自分が人生をコントロールできると知ったとしても全く前に進まない人たちがいます。それは自分が車ではないからです。残念ながら三輪車なんですね。とすると結局人生の目的は見つかりません。三輪車で行ける範囲はせいぜい近所の公園止まりだからです。どうして三輪車になったのかということが本には書かれていますよね。例えば可愛いと思ってもらいたい、これは結構女性にはしつこく残っている問題なんです。どうしてそんなに可愛いと思ってもらいたいんでしょう。皆さんも自分の女友達のことを観察してみてください。いつもいつも歩き方が可愛らしいとかそういうことは実は可愛いと思ってもらいたいということから来ているんですよ。ですからそういうところにまだまだ子供でいたいという心が隠れているわけです。これでは成長できませんよね。親しい人だからといってすごく甘えた喋り方をしていませんか。それも結局自分の足を引っ張っていることになります。というと皆さんはって思うかもしれません。それをやめないといけないの、それだったら大人になりたくないって思うかもしれませんよね。こういうところに自分のブレーキが隠れているんです。ですから選択肢は2つです。やはり可愛い自分でありたいというならばそのままとどまるか、でももっともっと人生の意味を知りたいと思うならば思い切ってそれをやめてみるか、どちらかなんですよ。前者を選んだ場合は諦めないといけないものが他にもたくさん出てきます。で、後者を選べばたくさんのものが得られるんですね。でもそれにはまず可愛いと思われたいとか可愛い自分というものをやめないといけないかもしれませんね。もちろん可愛いと思われるのをやめたとしてもあなたが思ってるほどマッチョになるわけではないですよ。ですからちょっと冒険をするつもりで可愛い自分をやめてみるというのはいかがですか。時間を区切るとできるかもしれません。例えば3ヶ月可愛い自分をやめてみるというのはどうでしょうか。ぜひ試してみてくださいね。ではまた次回。